はい、今回は投げたものを投げた方の手で取っていく練習をしてみましょう。最初はね、こういう風に持ってこうやってキャッチしてもいいんですが、慣れてきたらね、なるべくこうやってやってもらえたら嬉しいなと思います。でもちろんこれティンでもできます。こっちはかっこいいなと思えばこっちで練習しちゃっても全然 OK です。まず一つ目のコツはですね、やっぱりあんまりこう投げないっていうことですね。こうふわーっと高めに投げが安定していないといろんなとこ行っちゃうんですよね、こう投げたものは。なので毎回取るたんびにこうなんか出たとこ勝負みたいな、この辺かなみたいになっちゃうんで、投げがねしっかり安定するまではあんまりこうふわっと上げない方がいいかと思います。で2つ目は投げ始める角度ですね。やってみると分かると思うんですけれども、こっから投げてこうやって取るのと、じゃあ斜め45度ぐらいで、投げるのと、真横から投げるのとでは全然難しさが違うんですね。でまあ見え方も全然違いますよね。まあ、どれがねかっこよく見えるかっていうのはまあ皆さんの価値観なので、まあ何とも言えないんですが、最初に練習してほしいのは斜め45度ですね。で真横から投げる時だけちょっと注意しなきゃいけないのは、真横から投げてしまうと投げた後にですね、右手をこう持ってくる時にものすごい体をひねらなきゃいけなくなっちゃうんですね。体勢を変えるんであれば全然楽なんですけど、割とこうどっしり構えた状態で横から投げようとすると結構大変なんですよ。まあ、なので最初はね、やっぱり斜めからやってもらうのが一番いいかなと思います。で、もう一つのコツは、投げたものが自分のこの顔の隣、できればスレスレに通る感覚で投げてほしいなと思います。まあ山なりに投げないっていうのにね、ちょっと通ずるものはあるんですが、なるべくイメージとしては本当に自分の顔の横ぐらいに物が通過するっていう感じが一番いいかなと思います。で、 できれば、投げてから、取るまでにあんまりこう体をねじらない方が綺麗に見えます。例えばこうやって取るのとこうやって取るのではまあ違いますよね。まあどうしてもね、この左肩をちょっとこう下げないと、右手が入らないので、仁王立ちでねこれで取るっていうのはなかなか難しいんですけど、なのでまあそのさっき言ったコツっていうのを含めないで投げようとするとこういう感じ、まあできてるじゃないですか一応これも。でもそうではなく、斜め45度から引っ張ってくる感覚ですね。引っ張ってもらって自分の顔の横スレスレに通るぐらいのイメージで投げてもらって、投げて取れれば最高です。で、これができるようになると、右で投げて、体勢を変えて右でキャッチ。まあ、どっちとも右手から右手に送っているだけなのですが、体をね、こう、半回転させることによって、まあ、全然見え方が違いますよね。今回はその右から右に、こうやって渡してますけど、実はね最初にやったこのバックトス、これもっていうのもできるんですね。はい、いかがだったでしょうか。皆さんがこうどんどん成長していくのとね同じように、僕もこうやってね教える動画を作るのがもっとねこう上手くなっていければなと思っていますので、引き続き頑張っていきましょう。高評価やチャンネル登録もお願いします。 Twitter、Instagram もやっているのでよかったら覗いてみてください。ということでまた次回お会いしましょう。 See you!